皆さんこんにちは。行ってきました、フルマラソンの応援。初めての遠出ですね。11月9日に手術をして、なんか、退院して、そして元気になるね、準備をなんか3回までやって、今週最後の4回目やるんですけど、その前に、兄貴のねフルマラソンの応援っていうことで、先生に聞いたら、あ、止めませんよと、あったかくして、体調が良ければ沿道で応援頑張ってきてくださいって言われたんで、張り切って行ってまいりました。本当に朝ね6時、5時起きで、本当に埼玉まで行くっていうことでね、電車もかなり乗り換えて行ってきたんですけど、もうランナーの方がすごくて、こんなにたくさんの人がフルマラソンを走るのかということで、もう本当に感動して、で埼玉県の方が本当にたくさん、ボランティアの方が案内とか、あとポカリスエットを配ってくれたり、沿道で応援してくれたり、本当に温かい空気の中ね、なんだろう、仮装してるサラリーマンの人がいたり、なんかいろんなね格好してる人もいたりして、速い人はものすごい速いし、楽しんでる人がいたりとかして、初めてランのね応援に行くっていうのはあまりやったことがなくて、すごい素敵なことだなと思いました。走れるって最高だな、今ちょっと本当に私なんかはもう歩くだけで精一杯なんですけどね、いつかそんなたくさんは走れないだろうけど、走れるようになったらいいななんて思いながら、沿道でね応援をしてまいりました。気持ちよかったです。お天気も良かったですしね。でやっぱりね、赤、その日は赤い上着を着てたんですけど、赤は目立つよっていうことで、応援に行くときは走る人も応援する人もなんかやっぱり何かしら 目立つと分かりやすいのかなっていうふうに思いました。何時ぐらいにこの辺通るよとかいうのを言って、こう時間を調べながら電車に乗ったりとかで、なんかもう階段しかないのとか言いながら階段上がってったりとかして、なんかもう水飲むとかのも忘れて、なんかそのねこう走ってくる人を待つっていうのはなかなか難しいし、それでベストショットを撮るなんていうことはなかなかできないなっていうことを感じましたね。でもなんかゴールは取れたんで、最後の方にちょっと乗せてたらいいかなと思っています。本当に春になってきましたね。今日はなんかね、いただいたねお茶とかのね、こんなよもぎ、お茶がすごい大好きで、眠れないよとか言ったら眠れるハーブティーとかいただいたりとか、こんなすごい素敵じゃないですか。すごい素敵なシルバームーンティーなんてね、すごい素敵なものとか、これもなんかすごい可愛いお茶なんです。これから楽しみに飲もうかなって思ってます。あとはサマハンティーですね。これもすごいスパイシーなんですけど、体が温かくなるっていうね、なのでね、お茶がいっぱい全部持てるかな。あー全部持ってみたいな、全部持つチャレンジ、せーの。あー、こんなにある。まだねいっぱいお茶大好きなんで、あと一つおすすめしたいのがあるんですね。すっごい美味しいのがあって、ありがとうございます。お茶大好きですね。これカフェ、これのねピーチティーがすごい美味しいんです。ブレンディーさんから出てるんですね。あ、箱がない。でもこれがすごく美味しい、甘くてとっても美味しいのでね、おすすめですなんか応援にいた時とかもね、あったかいお茶を飲めるとすごくホッとするなっていうことでね、なんか眠れない時でも頑張るぞって思う時も、そうエイドっていうのがあって、あ、それも紹介したかったな。ちょっと待ってください。初めてね、なんかこういう可愛いのとかね、これカフェイン入りで最後あと10キロとかいう時に、もうパワーを出すために飲む。いろんな味がある。これはオレンジだけど、レモンとかいろんなのがあったりとかで、こういう可愛くないですか。こういうランしてる時にこうギュッて飲むのに、こんなちっちゃいのがあるっていうね、いろんな種類があるんですよ。
塩ジェルだとか、これなんか何ですかね、1回分4粒運動する前に飲んでくださいみたいな、こんな、なんかかっこいい虎みたいに走れるんでしょうかねー、なんかいろんなこういうのも楽しんで、私が飲むわけじゃないんですけど、ちょっと一回試してみたいなと思います。すごい元気出るのかなとか思ったりとか、こんな思います。で、埼玉マラソンもね、応援無事してこれましたということで、皆さんにご報告でした。なんかいいですね、スポーツができるようになりたいし、まずはお散歩からなんですけど、1万2000歩ぐらい歩いたんですね。さすがに翌日は疲れ果てて何もできないという感じではあったけど、でも元気でしたね、で、まあ、明日明後日、元気でね、大丈夫であれば最後の、元気になる準備をしてこれるかなと思っています。皆さんも今日はね、バレンタインデーかな、チョコレートね、街はきっとチョコレートの香りでいっぱいじゃないかなと思うんですけど、私も自分用にとか買ったりとかして、なんか子供たちに買ったりとかして渡せるかわかんないんですけど、楽しく過ごしたいなと思っています。ではでは、皆さんも元気で、2月ももう半分来たからね、暖かい日もね、いっぱいだし、急に寒くなったりもするかもしれないので、天気予報を見ながら、元気で過ごしてください。それでは、また。さよなら。お待ちします。朝6時15分です。